はい、じゃあそれでは5月27日、初中級者大会始めていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。皆さん聞いてください、ジョニーが参戦するらしいですよ。ありがとう俺のキャラじゃねえぞありがとうございます。はい、じゃあスタートボタン始めてください。あれさっき言ったから忘れた、ジョニー参戦するらしいですよいやー何言ってんすか、 AC 時代忘れんなクソ野郎が俺ポチョスカ許さないですからね、いくら FB さんが相手だろうと AC 時代のポチョ向き俺は許しませんよ本当にうるせえ黙ってろポチョ向き使いはジャッキャラジャッキャラ言いやがって、出てるだけありがたいと思うよバカ野郎ふざけんじゃねえよお前俺は立ってねえんだよ、イクザードにいねえんだよジョニー。よし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 、はい、じゃあそんなわけでね、初級者大会始めていきたいと思います。じゃあ、あ、もうあそこ閉めちゃっていいかな、空気がこもってるから。さあ、まあ今はですね、イクザードのことを考えましょう。せっかくですからね、今からやっておいてイクザード絶対損はありません。本当にイクザードはね、新作が夏稼働予定となっておりますのでね、今のうちにこのゲームをやっておけば基本的なところを抑えられると思いますので、ぜひぜひ皆さん水曜、そして土曜日の初中級者大会参加してください。亀田さんの身体、トリッポイントさんのラムレザルです。さあ、ダストアタック、ここですね、一応新側がジャンプハイスとかジャンプディーの中段を繰り出そうとして着地の中段が出てしまっているところなんですね。ジャンプハイスはこのなんていうの、攻撃力が低くて結構割れるってわけじゃないですけどね、暴れ潰しになっちゃうことが多いんで気をつけていきたいところ。さあ、結構いい感じで一本選手してたのは、亀田さんのシーンですが、どうなるかな。まあ、やはりラムレザルは剣を持っている状態で技を振っていくのがいいんですけど、シンはですね、ビークライダーがやはり長くこの当たってしまったらコンボっていうのが強いですね。さあ、立ちハイスラからここは投げが漏れましたが、ここね、上にも判定があるということで1本取ってきました。ちょっと難しいですね。ビークドライバーというか、新鮮は、そうですね、本当に、ゲージが、肉ゲージ、消費しつつ技を打っていくキャラクターですので、最初はしゃがみっぱなしでガードをして、ブルバッシュだけ、意識して、ブルバッシュが来たら立つっていうのだけやっておけば、とりあえず相手は、エルグビーク、エルグビークってやっても、崩れることはないので、でどこかでご飯休憩をすると思いますね。そこに対して技を差し込んでいくっていうのは基本的な立ち回りにしていけばいいと思います。回復安心して安全に肉ゲージを回復させるためにはロマンキャンセルや投げとかねコンボ決めないといけませんので、そこら辺はイメージですね。で新側はどうかな、エルクがやっぱ強いからエクル、まあ、難しいね。エルクがガードさせて有利なんで、エルクの後にねビークとか入れ込むんじゃなくて、エルク止めて通常ガードを相手がしていたら 2K で通常技で固め直すとかいったところをねやっていくと、肉ゲージの消費を、少なめに、戦えるんじゃないかなと思います。皆さん頑張ってください。はい、万代角貝さんのベノムとノアマサさんの回かな。はい、角貝さんとノアマサさんですね。今奥から来る方ですね。はい、じゃあそちらの対戦になりますので 1P2P 決めていただいて、始めてください。まあ、ジョニーが決まり次第始めてやってください。よかったですね。あんまりガチ勢の人にジョニー出ますよって言ってもあんま盛り上がってくんないと思うからよかったよかった。じゃああと B 番台ですね、おとえさんのソルト、空気椅子さんのミリアお願いします。おとえさんと空気椅子さん、あ、後ろのそちらの方ですね。 B 番だよね、じゃあまずは室内の温度を下げます。いや、冷めてるわけじゃないけどね。
さあ行きます、どうした採点だけどジョニーパッと見スクリーンショット見るだけでもね写真か新要素しか映ってないイメージがあって今まであった技がどこまで残ってるのかそういったところを聞きますね。ファースト並みに変化してると嬉しいですね。はい、角貝さんのベノムとノアマサさんの回ん？あん？聞こえねえ。あーパッド勢の方らしいですね。もともとパッドでやってて今回初アーケード参加ということで結構ねレバーの操作慣れるまで大変かもしれませんが頑張ってください。うおーおーおー2杯すらからベイパースラスト。まあしかしパッドでできてるということはね慣れてさえしまえばしっかり動けるでしょう。さあこの組み合わせどうでしょうかね。P 先生 P 弾きが結構やっぱ快適には面倒くさそうなんですけども、まあ、ひとたび距離を離して、スプリットシエルからの、グラインダー生成スタンエッジとなってくるとその貫通して相手に刺すことができるんでこの辺がいいかもしれませんね。スプリットシエルからスイッパー画面端チャージ、これは強力タッチ系ヒット。スプリットシエル95ドーンから作って追いかけますがジャンプハイスのヒット円安で返していきます。おスティンガースイングはすげえしっかりできて、あっとここはちょっとスティンガーが出なかったかよくある足払いから PQ5 ストラグルから足払い PQ5S2 ハイスラ昇竜拳からここはエリアルコンボジャンハイで降りたいところストラグルからここはホールドをしないとちょっと体力が削れてしまいますのでスタンエッジが飛んできたら注意。さっき言いますとエンゲス返したがここでエンゲスが前ハイスラ8000倍差されましたね。勝ったのは、ノアサさんの回ですね。パッドから、まあ、レバーということですからねもう本当に動けてはいましたので、まあ、あとは数こなせばといった感じですかね。さて、ゾノマイさんは今回はそうですね足払いから Q5 を使うようになっていたんでもしガードされてしまっていた時もね、タッチピー弾きとして攻め継続できるような感じになってましたね。まあそうですね結構やっぱジャンハイスラとかあの回も誰っけベノムも結構判定強いんで早めに出してあげると相手側も落としづらかったりするんでジャンハイジャンディとかベノムはジャンハイ、ジャンディ、カイはジャンハイから確認から攻め直しとかねやってみてください。はい次、マサトさんとネグさん A 番台でお願いします。マサトさんとネグさんご利用できましたね。 B 番台敗者の方行きます。トリッポイノさんのラムレザルとクーキーさんのミリアですねお願いいたします。トリッポイノさんとクーキーさんはいこちらですねお願いします。今日はまあできれば試合 A 番台試合終わった後に両者にできればアドバイスしようかなみたいな。ほんと万葉がね来てくれればいろいろできるんですけどね あいつカードゲームですよ。ああ早く輪っかさ打ちてえな。ジョジョブレに無敵つけてくれ頼む。ガードポイントでもいいぞ。前系はもちろんアーマーだよな。夢が広がるな、ね、ハンマーホールが許されるなら前系にガードポイントも許されてもいいだろう。アーマーとかねないないコイン枚数でリロード制な頼む。おっとエースにブリンガー刺さってくジャンディ砕けろ昇竜拳安定コンボで落として置き攻めはジャンハイ吹っ飛ばしていく。さあエルベルト戦で結構ねなんで今燃えなかったんだ。おおジャスメダーハーフなんで今燃えなかったんですか。なんでパインが今燃えなかったんですか。今ガンフレーム打ったのにパイン燃えなかった。あれ燃えなかったよね今ねえなんで。え総裁って何え初めて見たけどバウンドした瞬間は違うのかな。火柱の間に入ってああかもしんねえな。あけど総裁おおびっくりしたな今。ちょっとタイムシフト見てみましょうね。さあブライダルエクスプレス
ちょっとそこれが気になりすぎて全然実況してなかっただよね、総裁のエフェクト出てたよね、課金みたいな。さあ、勝ち取ら、そうなんですが、うまい、ここは上海、ちょっと距離が遠いんだ、落ちるか怪しいですが、ガンフレームはやっぱ遠距離で巻くのが強いんですね。それを意識して、ラムレザルじゃなくてエルフェルドに、空中ダッシュさせたりとか飛ばしたりして、やっと対空で落とすみたいな形になるんじゃないかなと思いますね。だから結構ガンフレームガリガリ打ってっていいと思います。あーと、これは、まあ、とりあえずファイン投げて相手がゲージ 50% 持ってたら大体打ってくるでしょうみたいな感じで、まあ、一番安心できるのは空中ガードですね。飛んどいて空中フォルト貼っとくのがいいと思います。特に多段技ですので、その後削り殺されないように気をつけてください。俺が喋ってんのにエルフレと喋ってんじゃねえよって思いますけどね。はい何を言ってるかわからんが、はい、万内進行の都合でしたからいきます。なぎさんのアクセルとヨウくんさんのシーンお願いします。はい、そちらお二人ですね。はい、で B 番台は天さんのベッドマンと角貝さんのベノムをお願いいたします。天さんと角貝さん、エルが喋ってるに喋ってんじゃねえ。はい、角貝さんそちらですねで天さん B 番台で、角貝さんそちらの影に、はいはい、 A 番台行きます。誰、なぎさんのアクセルとヨウくんさんのシーンですね。まあね、向いてる向いてないとかもね、いろいろありますけども、ヨウくんさんはソルファイシーンかな、そんな感じですね。まあ本当に自分に合ったキャラクターを探すのは大事だと思いますんでね、本当初級、まあ中級とかまで行っちゃうとね、キャラに愛着が湧いてきちゃってなかなか変えづらいってこともあると思いますから、本当にね初級のうちに悩んでいろいろキャラをね、試すのはいいと思います。おーっと、これはご飯食べちゃったか。俺なんかこの間ね、動画上げたらレオ向いてねえわジョニオみたいな書かれて超泣きそうになりました。一応敗者復活勝ち上がってきたんですよみたいなさあエルフビーク、あーっとー、ここマイハイスラー、おう、ブルーさんのチーム連戦でマルハンさんのチームと C 番内でお願いします。 KSG さんとモガさんのチームは D 番内でお願いします。さあ、マイハイさんヒット、そうですね、やっぱタッチピードが降ってくるようであればこのエルクがバシーンと刺さるイメージありますね。で、2敗すら降ってくればこう飛び上がり刺さると、本当にシンプルな感じでいいですね、この試合は。多分ただやっぱと一度飛んでしまうときついかなってイメージありますね。やる判定が大きそうなんでポコ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 引っかかってストレス感じそうですね。なんかしたいですね。ゲージが 50% ありましたが、ここは開いたか。まあそうですね、多分狙ってたんでしょうけど、50% あってね、相手に残り体力が少ないとかあったら、まあ、ビッグワンじゃねえや、ボルテックレインね、打っちゃっていいかもしれませんね。まあ発生前潰されるってことはあるんですが、発生しちゃえばとりあえず必ず発生しますんで、それをね縦に攻めていくのがいいかと思います。はい、アクセルはどうかな。タッチピーとかというか、もう相手が飛ぶまではもう本当にチク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 、2ピードは2敗するの方が嫌がるんじゃないかなって気がしますね。はい、じゃあ A 番台、カズニャムさんのシンと就活さんのイノお願いいたします。カズニャムさんと就活さん、はい、 A 番台ですね、お願いします。あれ、マルハンさんのチーム大丈夫かな。マルハンさんとブルーさんのチーム C 番台でお願いします。マルハンさん、マルハンさんいない、資格でよくね、マルハンさんだけ。マルハンさん、マルハンさんいない、失格でよくね。あ、なんか手上がった今どっか。俺は手を上げろって言ってるんじゃないよ、試合に来いっつってるんだマルハンさん早く試合ですよ。カズニャムさんのシーン対名前なんだ、就活さんのいいの、
就活さんの意のを見るたびに心がグッとこう痛みますね。キュッとかロケットは多分行かないかもしれない。あ、行けたら行きます。多分行かない。サブルバッシュ初段ヒントはビーフドライバー画面注意。マラソンさんはあの対象枠ですね、中級というよりかは。どうなんだろうな、この組み合わせ、わかんないな。やっぱあのゲージがある時の縦蹴み置き攻め超強いんで、ここ一周したいですね。おーと見て、さあ奥攻め。ちょっとですね、シン、レオ、エルフエルと、あと誰かな、チップとかはね、起き上がりの武器によってね、すごい遅くなる、そこを意識していただくものでございますが、声が出ない。よし、出た。フォークベイカーからしっかりコンボを決めていく。3杯から、これは入れませんね。さあここは攻めたいが引いてしまった。ジャンプです。ちょっと難しいですね。ケミカルを基本的に打ちつつみたいな雰囲気はするんですけども、やっぱねビッグドライバーが噛み合ってしまった時にカウントヒット確定となってしまってるんで、まあ、なるべく音符を巻きつつ下の方にねビッグに消されないような下を這わせていくといいんじゃないかなと思いますね。それで嫌がったところにケミカル刺していくって感じが多分いいのの立ち回りなんじゃないかなと思います。思うだけで実際そうかは分かりません。でそれ嫌がったらねホバージャンハイ先端とかで攻め込んでいくのがいいかなと。よしん側はカズヤムさんですか。もうかなり動けていたのでまあ大丈夫でしょうまあ大丈夫でしょう。はい、A 番内も呼び出してますが、なぎさんと米国隊長さんですね。で B 番内ネグさんのソルとヨークンさんのシンですね。はい、お二人お願いいたします。 B 番台です。まあ横蹴み連発したらねエルクがありますからね、結構面倒くさいんですが、まあ円S とかもねポコポコ振ってくのがいいんじゃないかなと思います。円S ビークも確か空中フィットで連続フィットするはずなんで。で誰、凪さんと米国大将さん、はーい。横蹴みエルクでくぐってもいいのより、いやそんなことないはずだ。さあ弁天様、表に落ちるとねどうしてもスタンプ吹っ飛ばされてしまいますね。まあ結構やっぱ上からの飛び込みが強いといってもアクセルはやっぱ沖の牽制ニエスとかもね置いてしまえば勝てるイメージありますね。さあバスト使ってジャンハイから画面中央吹っ飛ばしてから弁天、これ読んでいた。弁天は結構硬直伸びてるんでほとんどのキャラが簡単に追い打ちじゃねえ反撃決めることができると思います。弁天ガードしてね相手ゲージがなければ落ち着いてボタンを押しましょう。しかしここ前ハイスからロマンキャンセルで一方選手を投げアクセル。ああ雪さんのチームと平岡チーム、一番奥 E 番台でお願いします。ちょっときついですね。さあ飛び込みを通したが、アキスネも金 S が出ていた。いやなんでロケテストやるかっていうのをマジでするとセガだからです。先に言っておきます。多分そうだと思います。関西は知りません。あーとこれは潰したかなと思ったんですけど早すぎましたね。ちょっとごめんね。平岡チーム、平岡さん、グーセンさん、マザさん、レイさん、出番です。 E 番台になります。関西は分かりません。関西の事情は分かりませんので、まあ大手系でいってこしょう。
え、わからん。アクセルが燃やしてたんで、なぎさの勝利です。しゃべれんな、やっぱな、大変だな、人多いと。なるべく試合中にしゃべれるようにします。 A 問題、読めん。亀田さんのシーンと東さんのレオ A 番台。あー、これ頑張ってくださいね。 B 番台、就活さんのイノと米国大将さんの名 B 番台で試合の方をお願いいたします。どうした、ソド負けたのか。ソド、お前ラストのラスト大会なんだから勝たないとダメだよこれ。あれ、須藤さん、あれ今から試合か。なるほどね、なるほどね。まあ、ロケットは多分ないと思いますね。大丈夫です。やっぱ少し開けようか。ちょっと俺が苦しいな。誰だっけ、東さんのレオと亀田さんのシーン行きましょう。な、公式のつながりがあるかないかって言ったら多分ないですからね、うちはね。さあ、ジャンファイ、ジャンディ。さあ、ここはしっかりエアーストですね。エアーストを食らった後にバーストしてしまうとガードが間に合ってしまいましたので、エアースト自身、エアースト自体にね、バーストするようにしましょう。さあ、ここはポンポンポンと前ジャンハイから KSK と決めて、体力リードはここでシンがリードに変わります。さあ、ビーク、あーと前ハイが当たらない、バウンドになっていた。ナイス、アイゼンからちょっとね、これ次必殺技打ったらシンお腹減っちゃうんでかなり厳しい。投げて、これはご飯食べたい、ご飯食べずに行くのか。ジャンハイさんの上り掛けになっているんですね。さあ、第2ラウンド、まあ、基本的にはビークをビークの間以外からこのエスバーダーを打っていきたいんですけど、うまいですね。お、おいしい、ささっと落として、ちょっとエースが出なかった。あっと、これは何が起きてるか分からない、捉えられない。ターン初段ガード。さあ、これジャンディからバルチャーシーズ、ここはセンターすぎて当たらないが、どこで総裁してるんだ。ここはフォルトにキャンセルしないと半角になってしまいますね。総裁はですね、特に昇竜拳とか、隙が出し切ってしまいますと、隙がある技はなるべく総裁したらフォルトしましょう。特にテンチャータイム中はね、あれでフォルトしないと隙だらけの状態で落ちてしまいますので、まあ、ここら辺も基本テクニックをまとめみたいなところに総裁関係の読み合いを書いておきましたので、ぜひそちらの方をご覧になってください。最近はバーストについても書きましたんでね、みんな見てね。はい、そう、その宣伝忘れた。25日更新です、2日前です、よろしく。ノーアマサさんの回と音江さんの猿 A 番台。ノーアマサさん、ノーアマサさん、ノアマサさん、出番です。まあ、シーンは基本的にビーク、エルク、ビークなんですよ。ビーク、エルクをビーク直下しないとエルク、レオ側飛べないんで、ビーク、エルク、ビーク、エルクって結構もう強気に打ってっちゃっていいですね。で、飛びにも引っかかるんで、本当にその2つの連携をレオ戦は意識して、ちょっと微妙かなと思ったら NS 振ってビーク言っとけば大体引っかかるんで、レオは本当我慢して我慢して、バー出してバー出して、相手がバード食らったりしたら、ツバイトで突っ込んでみたりとか、ビークが当たらない、高めの空中ダッシュを使ってね、相手に近づいてみましょう。デンジャー演出後に即ブリッツは、まあ、密着状態がおすすめですね。で、 B 番台です。トリッポイノさんのラムレザルとネグさんのソルお願いします。トリッポイノさんとネグさん、こちらです。誰と誰だっけ、細江さんと、野天正さんの回。さあ、ファホニールから足払い。そうですね、ファホニールガードした後ソルが有利なんで、結構ね、強気に強気に押し返したいところではあるんですけど、ゴミ着の場合はね、やっぱガードした方がいいかもしれませんね。さあ、ガンフェ、
金エース、マイケイがここ暴れつぶしになって画面端、ちょっとね、隙間が空いてるのがいい感じだったりするんですよね。ロマンキャンセルをしてグリード、金エース2敗 S からの2段ジャンプキャンセルが難しいですね。最初ねやったゲームがこのゲームだったんで、俺は2段ジャンプキャンセルはあんま苦手というか、なんかもう何だったのかな、なんで練習したのか分かんないですけど、 D ループ最初練習したんだけど、ハイジャンプ、まあ結構ね、あの2段、今回はその先行入力効くようになったんで、ジャンプ入力してからボタンでも結構間に合うようになってるんで、落ち着いて入力しましょう。さあコパン2Sからこれバースト、足払い、低姿勢の足払いが強力、ザーチハイザーの投げ漏れが刺さっています。空調なしでね、無理にこうやってあの卓を切ってると、まあこうやって上に反転の強いハイスラッシュを持っているキャラクターなので引っかかってしまうんでね、注意が必要です。ガサダックからいいと、ここバース4だが勝利権ちょっと安いかな。さあ結構ね、マイティとかでね、対空したいんですけど、操作しやすかったりするんでね、金 S か2杯ストローも、使い分けていきたいところ。さあグリードから金 S2 杯、グリードセバーから S 杯レーパースラスト、さあ裏からジャンプ系で殴って置き攻め、ジャンピー足払いカウンターヒット、置き攻めは空中ダッシュ、ジャンケイからカウンターヒットだったので直接つないでいきます。めくりたくしっかりガードしてますね。マイピーで反応したいが難しい、しかしいいベーパースラスト、画面端、おお梅 ES がちょっと出ませんが、エン ES ここからグリード、ジッパー刺さってベーパースラスト、これは安全のダウンを奪っていきます。おお飛んで走ってキン ES 立ち合いすら、ここは前系からねスプリットシェルで大きなコンボが入りましたが、ここはちょっと立ち系前系はナチュラルにね、多分コパン暴れ潰しになってますね多分。さあここはなんだっけ、ファフニールあーちょっと待ってくださいね、ヒールキャンセル、あーどうなる、手を出したがー、ここは足払い、展開が早かったですね。勝ったのは音江さん。しかしよくやる。はい、野浜さんまだありますんでね。じゃあまず A 番台、正藤さんのエルフェルトとカズニャムさんのシーンお願いします。正藤さんとカズニャムさん、続いて B 番台、天さんのベッドマンと就活さんのイノですね。天さんと就活さん、就活さんいる、天さんいる、はい、どんどんいきますよ。 C 番台ですね、トーマさんのチームと KSG さんのチーム、 C 番台でお願いします。トーマさんとこと、あのすぐそこにいるから2人とも。で、B 番台、 ABC、 D 番台お待たせしました、羽屋さんのチームと厚志さんのチームですね。 D 番台奥から2番目、羽屋さんと厚志さんお願いします。はい、では行きます。カジヤムさんのシーンと正藤さんのエルフェルト、まあ、コメントがなんか詳しい詳しいあるんですけども、まあ、別に詳しくはないんですが、そういう大会ですので、あまりにもしつこいと面倒くさいので、なるべくそういったコメントはなしでお願いいたします。面倒くさいんでね。さて、正藤エルフェルト対カジヤムシーン、まあ、NS、そして、まあ、2S などを振りつつ、エルグに繋いでっていうところでしょうが、さあ、このメッシュを取れる瞬間、やはりこれを狙っていきたいところ、食らってしまうとね、やっぱ安全にね、食われちゃうんでね。さあ、奥攻めは、中段からジャッジベターハーフを入力していた、サンハイステラから、ビークドライバーまで、一本選手は、カジヤムシーン。上りが当たったか、いい、バイビー。結構ね、エルフェルト面倒くさいイメージあるんですよね、シンがね。イエス、足払いから、ブライダルエクスプレス、画面端、投げたが当たらない、エルクビーク。確かに、お、ここはそのまま食らってしまう。ベルバッシュは飛んで、ジャンエスは、あーと、これは怪しい。
空中投げなどでね反撃ができるんですが無理をしないのも大事です。前ハイスラがブリッツに対してまあ刺さりましたね、まあ、読んでいたってわけじゃなさそうなんですけどもまあやってしまいましたな。そういうの一番避けするんだよな。じゃあ A 番内カメラさんの進とおとえさんのソウル滑走トーナメント準決勝になります。おとえさんとカメラさん、どこだ？おとえさんのソルト、誰だ？カメラさんね。オッケー。はい、行きまーす。どうした？大丈夫？B バンダイ、角貝さんの目の元、ヨークロンさんのシーン、B バンダイでお願いします。勝った負けでも、最後ね。わからんけど。そうだよね。さあ、今までだったらね、もうこの時間帯に初級者大会終わってたんですけどね、最近本当初級者の人数増えまして、この時間になってもまだ初級者大会でお送りしております。上海から投げた。はいはい、すらこれはちょっともったいないかなというところで、上海からしっかり前ハイまで繋いで、一本選手カメラシン。さあダイヤード、ここは開幕ブリンガーでぶっ込んで画面端ガンフレーム BK D といきたいが、ここは安定。しかし投げているのはソル。足払いが立ち合いすらの投げ暴れ、もう投げ漏れですね。ここに引っかかっております。ガンフレームブリンガーからの2杯 SS フィート、うまく決めてロマンキャンセル。前杯フォークベイカー、ここでバスト、ドラゴンソウル、これはどうかな。おお、ナイスブリッツ。しかしここは反撃間に合わず、グランドワイパーで衝撃はい、ガンフレームで焼き払っていく。ブリンガーから前ジャンプ K、まあ、IP しっかり見てます。これだけしっかり今 IP が振れるとね、あのソル側もめんどくさいでしょう、まあ、けどソル側は一応砕けろでね対空ずらしがありますので、その砕けろを、ね、うまく使っていきましょう。はい、からしっかりコンボ完走。この後ねまだ続きますが、これ知りました。勝ったのは亀田さんのシン。やはりシンがですね、大体の人はコンボもしっかりできてるんで、すぐ中級に行けるかなといった雰囲気ありますね。はい、行きます。 A 番台ごめんね、カズニャムさんのシンとナギさんのアクセルでお願いします。じゃあ B 番台、3戦目ですね、東さんのレオと正人さんのエルフェルトお願いします。正人さんと東さんは今どこにいるかな。あ、はい、そちらですね。お二人お願いします。はい、行きます。カズニャムさんのシーンとナギさんのアクセル、まあ、これ結構めんどくさいですけども、しっかり飛び込みなどを通してからコンボ決められるかといったところですかね。シンガーはね、 ビークビーク、ご飯食べて中段に対して弁天様、これがねめんどくさいですよね。結構引っかかりやすい。
パチピー、曲さ投げている、マイケイ 2S ジャン、パチピー連戦は難しいか、しかし安定の最大コンボですね。安定の最大コンボで言ったら怒られるかもしれませんが、2敗すら、ここは読みを外してしまった、悲しい。ボルテックレイン、弁天様が出ているが、ここはガリガリガリと削っていく。一方の選手は風でもシーン、マイケイから 2S、ここはちょっと難しい、タチピー、ここでタチに引っかかるんですけども、まあエルクがやっぱありますからね、これを警戒していきたいところ。さあそしてそのエルクの次の選択肢として空中ダッシュで飛び込んでいきます。ジャンディ中段からちょっと距離は遠い、エルク飛んで、まあ、エルクを飛んだところで、あの無理して新側に攻撃を仕掛けようとするとこうやってマイピー耐久で落とされてしまいますので、ちょっと無理だなとか感じましたらすぐさま逃げるのがおすすめです。2敗したらブルバ射精前、発生するのはちょっと怖かったか、エスライエ位置が入れ替わる、足払いがマジでそれ潰せんの、1,2,3,4,5,6 回のハイスラボタンを押すことによって構え解除がちょっと早くなります。これは前回からあったネタですね。さあ画面足、そうなんですね、シンガーは勝利権持ってるんですが、フォークベイカーがなかなかこの当たる射程内にアクセルが入っててくれないんで、なかなか難しいですね、勝利の使いどころが。さあ弁天様、お互いにダウン、エルクと連戦が噛み合っています。おおすごいな、さっきからブルバッシュに狙ってるか分かんないですが当たってますね。さあ逃げちゃうので追いかけるかどうするかというところですね。いい判断、タチピー、前系はいい判断し当たらず、ボルテックを出すかといったところですが、足払いが出てタチピー連戦ぐるぐる回して、ここは引っかかってしまっている。おーっと最後は足払い連戦、動きたくなるんですけどね、前ハイすらあれなんですよ、新側のエルクと同じ感じでユーリフレームなんでね、動こうとすると当たっちゃうとかですね。さあここでランクアップでした、おめでとうございます。A 番台はね、今日一度も映ってない人が一人だけ、空気さんが一度も映ってないんで、じゃあさっき勝ったヨークンさんと一回だけ A 番台でやりましょうか。空気さんのミリアとヨークンさんのシーンでお願いします。ギルティーティー、であと B 番台は最後ですね、ノアマサさんの回と米国隊長さんのメイでお願いいたします。ノアマサさん、あとこちら米国隊長さんですね、B 番台でお願いします。 B 番台これで最後になります。さあ、いきます。ヨウ君、シン対クーキースさんのメディアですね。クーキースって名前がなんかいいですね、面白いですね。さあ、エースビークじゃない、ごめんなさい、エルク。結構ね、やっぱ針投げるのがめんどくさいですよね。バシッと刺さりますし。あとはやっぱジャンピーかな。それに対してどうやって新顔がリターン取っていくかって感じになるんでしょうか。エルクビーク。ブルバッシュ、ここで追いかける 2K。エルクガードをさせの 2K は非常に強力な連携ですね。通常ガードしていて相手が暴れていた場合は大体ね、暴れ潰しになります。さあここでライト・ザ・ライトニング追いかけたい、AS ロマンキャンセルをゲージじゃなかったか。ここでボルテックレイン、クーシュワンビーク飛び上がりを捉えて上海までつなげたい。あーっとこれちょっと安い、ああいう場合はですね、カウンターヒットしてるかどうかは、まあ、壁張り付けでは多分分かると思うんですけども、結構もうちょっと深めに走っちゃって大丈夫ですね。さあマイビー、キンエス、エンゲスサチアイスで追い返しますが、エンゲスサチアイス、これ強いですね、もうとりあえずミリアエンゲスサチアイス、足払いが入って、
画面中央、マイハイスラ飛んだ方に引っかかる形。結構ね、牽制を振るっていうのは難しいと思うんですけども、いや、すごいのが当たったな。シンはね、その必殺技がその牽制代わりになっていて、当たった板尾はコンボ、そして固め継続とかできますんでね、カロリーゲージが余っていれば、ここら辺が本当にいいキャラクターだなと思います。使いやすいです、本当に。あーと、コマンコマンコマンとやりますが、ダメ。チャンエス、立ち合いすらから、ここは、おお、すげえ、エンスがエルグを8000枚潰してましたね。勝ったのは空気室さんのミディアですね。おめでとうございます。じゃあ A 番台は3位決定戦になりますね。ネグさんのソルト、テンさんのベッドマンになります。ネグさんとテンさん、じゃあお願いいたします。B 番台は終了です。E バンダイが K フラムレザルチーム対、エタロシンチーム、一番奥 E バンダイでお願いいたします。はい、行きます。これ誰だ、テンさんのベッドマンとネグさんのソロ、3位決定戦か。おーい、そう、珍しいベッド、ベッドね、結構強いんで、ね、もうちょっと増えてもいいかなと思うんですけどね。まあ最初の操作が難しい。ベッドガールが出てきたらヤバそうですね。エンゲスで返したが、奥攻め、ダッシュ、おっと、残っていた。チータスクに飛んでいくベッド。これはまずい。燃えてしまう。画面端。上海から助け、マイピー。D、D。ちょっと難しかったか。ベッドはね、結構、8じゃねえ、離れててもね、D が当たったりするので、落ち着いて、2回目の D ボタンを押したいところ。さあ、3位決定戦ですが、結構ね、ゴリゴリいきます。お互いに。あーと、これはよくあるミス。大丈夫か、暴発してしまって、マイビー、マイハイスラー、いいコンボルート、ダッシュをどうやって止めるかですね。おすすめやっぱニエスとかが隙が少なくて下段での強い気がしますね。マイビー立ち合い、 DD パフニール、マイビー立ち合いから、これはちょっと当たって、勝利圏からのガンフレオキ攻めが安定です。ここに持続が、決めになるのにかなり強いですね。デッドマン側ね、デッドアングルがね、なんだろう、高めに当たんなかったりして、すごいきついんですね、弾いっちゃったらね。なので、できれば、フォルトなので距離を離すといいかもしれません。ごめん、呼んで、聞こえねえ。じゃあ最後 A 番台決勝戦ですね。カメラさんのシーンとナギさんのアクセルになります。そちらですね、お願いします。レオベットマンはね、本当にね、レオめんどくさいんでね、頑張ろう。鍵は S バードだな。ハイスラバードすると3ハイがボーンって当たっちゃうから、 S バードをバレないようにばらまいて、相手がね、S バード嫌がって飛んで A タスク振ったらツバイトや。あとベッドマン戦は前系置き対空があるかもしれない。レオマジ騙されたと思って、前系中間距離で振ってみてください。ブルーチーム対羽屋チームを D バンダイでお願いいたします。奥から2つ目、結構ね、相打ちになったりして美味しいです。で、本当に6Kをとりあえず置いたりすると当たったりするかもみたいな。本当にちょっと一回打ってみて、当たるときあるから。さあ、これ決勝戦、ナギさんのアクセルと、亀田さんのシーンですね。相手が冬ジャンエスとかやろうとかしたところに、ね、俺がよくね、立ち消しで当たるんですよ。
いや結構な頻度であるからちょっとね、ごめん抱きなかったら怒んないで。あーと決勝戦ですが、これ全然逆転ありますよ。うまく通した。ここで前ハイ、いいバスト飛びたいところにタッチピーが置いてあります。体力リードされるとすごい悪性戦は前キャラきついですよね。そうなんですね、アクセルはタッチピーがね、タッチに引っかかりやすくなった性能になっているんでね、ご飯食べたらタッチピーどこでも大体引っかかるイメージありますね。そうですね、凪さんはそうですね、もうすぐ中級に行けるんじゃないかなって、もう安定していけるんじゃないかなって感じなんですが、もうピヨってたんでね、ジャン系の壁張り付けが非常に長かった。本当にね、シンは初級レベルだったね、コンボ練習すればそのまま勝率にね、直結します。マジで他のキャラと比べてマジで減るイメージなんでね、まあ、そりゃそうだろうって感じなんですけどね。そのコンボ指導技が大体その牽制の必殺技ビークドライバーだったりするんで、本当に勝ちやすくていいキャラなんじゃないかなと思いますね。あとこれは出なかったが、補正が切れたタチピーマイケになっている。さあこれは画面端コンボミスってしまったが、逆にそれが良かった感じですね。さあここは亀田さんのシュンがビークドライバーエルクの、まあ、崩しになって勝ちましたね。というわけで本日の優勝は亀田さんのシュン、準優勝は凪さんのアクセル、3位はネグさんのソルとなりました。初中級者大会初級の部、これにて終了となります。この後はですね、中級者固定 3-on-3 大会の、固定じゃないランダム 3-on-3 大会の方を配信をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、なんだっけ、おう、オーケー、いい。じゃあ B 番台、制限台として今から開票いたしますのでお待ちください。C 番台も、なんだっけ、違う。中級者の制限台として用意します。お待ちください。ごめん、嘘。ね、B と C の初級者専用の制限台、B 番台が、なんだっけ、2段までの3連勝、隣が3段までの3連勝制限、今から開票いたします。お待ちください。じゃあね、A 番台ね、あらかじめ呼び出しておきます。平岡海チームと、モガスレイヤーチームですね。A 番台で準備お願いします。まだ台設定変えてないから押さないでね。はい、A 番台まだボタン押さないでね、設定これから変えますんで。 A 番台 1P 側がモガチーム、モガスレイヤー、ゲノチューポジョムキン、シャリア・エルフェルドチーム、2P 側が、平岡海、グーセン・アクセル、須藤マサチップ、レイシンのチップ、レイシンの4人チームですね。はい、じゃあ B 番台と C 番台は今設定が変わりました。 B 番台の方が2段まで、 C 番台の方が3段までとなっております。まあ初級台ということなんでね、何位に、適合していても中級以上の方はちょっと自重していただけると助かります。はー、疲れた。初級者大会が終わったんで、適当に行きます。よろしくお願いします。おいマサ、やれよ、頑張れよマサ、優勝狙いよマサ。聞いてくださいよ奥さん、ジョニーが参戦らしいですよ。この世の真の万象を定義する世界、バックヤード。
そこで定められたことは全て実現する。それでは B 番内と C 番内はね、初級者大会の制限台となっております。皆さん空気読みつつ、なるべくですね、こちら手前側はあの大会で振るわなかった人たちにね、やらせてあげてください。奥の方はね、あの1回でも勝った人とかね、率先していた入っていただければ、あのそういった感じでね、参加者の中で住み分けの方を、意識していただけるとこちらとしても助かります。ナーニーとな、いやー、我々は3年待ったってね。待ってねえよそんなにな。いやー、ついにジョニーですよ、ジョニーね。えギルティーよ、私は帰ってきたわけですね。さあこのブラッシュ、こちらどうなった、ゲノチュー、シャリア、モカチーム対初参加ですね、レイさんのシーンは。救急なんですけど、すごい動けてますね、素晴らしい。いや本当にね、行くぞ、ジョニーいないからってね、腐らずに頑張ってよかったっす。レイさんは家庭用6なんですけども、非常にいい動きですが、いや生きてるな、これ生きてねー、生きてたけど生きてねー、まあ大変でした。え、めっちゃ腐ってた、いや全然腐ってない、俺行くぞ楽しもうぜよっしゃいだったやつね、腐ってたな、おい、ポション受けて勝てないよ、辛いよしかないですね。さすがになんかストーリーも進みそうだからね。あーと、フォークメーカーキャラによって当たんなかったりするっぽいですね。前、はい、さエンゲス足払いから2ハイスラバッシンバッシンポンバッシンドンボンボンボンパシボンからの投げて前ハイスラ、あーつきーダメじゃなくてガーフ崩します。なんでポチョンにしたのか、キャラが被らなそうだったからです。家庭、ロケテストで弱いって言われてるキャラクターほどなんか本カードで超強くなったりするイメージがギルティギアであったんで、 AC のスレイヤーとかいけるかなと思ったんですけど、俺のプレイヤー性能じゃ無理でした。ほら FAB さん、ほら FAB さんだからキャラが違うわ。続きまして出てくるのは風船さんのアクセル。チリジームさん3立て、チリジームさんは立派に中級してますね。チリジームさん連戦でマルハンソル、NT シン銀次会チームと E バンダイでエタローシンルッペンコミリアチリジームベトワンチーム、何がきつかったかって、帝にファーストスカイがめちゃめちゃいたのがあの稼働初期にすごいきつかったです。お金入れてなんかガードするゲームだった。さあボン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 決めていく、おー2敗皿、ここはまだチャンスがあります。おいし、ジャンエスか、判定が出ちゃったんですね、これつらいですね。まあ多分シャリアさんのエルフェルト側も別に帰還できるし、適当ポーン打っとこうみたいな感じだったんでしょうが、これパインがあるから操作になるってお話ですが、画面欲しい、印象を描いて、うわタッチピンで返してジャンエス、2キャラでフルプライスはあくどいってあるけど、そうかな、ストーリーも進むしいいんじゃねえと思いますけど、全然
スタート、ガフが危ない。うわーはははー、突き上げまあ俺は新作が出るんだったらフルプライスでも全然結構ですよ。ダーニーと大体ニートのせいにしようと思って。さあ誰だこいつ。スノー、スノーだと。スノーまさラスト大会頑張れるのか。おいスノー何やってんだお前。さあみんな俺のこと忘れないでくれよっつってね、サラワダ、ブルマ、トランクスみたいな感じでボーンって爆発しましたね。やばいですよ、髪足やべえ武闘派だよお前、ショットガン持って走ってくんなよ怖えな足払いからちょっと遅いよ、起き上がりジェット遅いから。あーすごー、ここで終わってしまうのか。みんなが応援してるぞ。逃げてるだけじゃ相手は倒せません。あーすごい、いやいけるぞ。ジャンディ当たるかな。ほら当たんないんですよこれね。エルベルトなんか当たりづらいんで気をつけてね。ちょっと来るよほら、危ない。あー残念。あーやばいやばいやばい、須藤さんがそろそろ温まりそうな、そんな試合展開となっております。第1ラウンドを終えての第2ラウンド、迷彩をかけています。あー何やってんだお前、下からさあちょっとどうやって攻めていこうかなと、そういったその様子見ではあるんですけども、エルフェルト側もねやっぱ転移を警戒して技を振りつつ、須藤さん美味しすぎる当たり方か、アルファ当たるかな、急なぎを狙っていくか。そしたらスッシーバースト、ナイス。やっぱ忍者は当たんないんですよたまには、海外では常識です。ジャパニーズ系はね、まあ、ストーリーの話はちょっとなかなかまだできないはずなんですけども、なんかね、ありそうな雰囲気ありますよね。おー、マサ死ぬぞ、マサ。あ死ぬ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 。あー、ばば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 。シッシューシ、そうですね、これ。いいよ、よく頑張ったよ。おーい、シャリアさん多分バースト見えてなかった今、全然見えてない、このポンポンポンって当たんないラッキーみたいな雰囲気がありましたね画面だけ見るとね。どうしたスノー。さあ平岡海対シャリア・エルフェルト、残る2人はモガスレイヤー、ゲノシオ・ボジョブギン、サンタでしないと、スオさんはその時点でさよならですここサンタでしたいですね。サンタでしないとね、マサさん終わっちゃうから。さあ聖戦士平岡、ベイパースラスト、気づいたら段位が9段になってますね。お先生なんか振ってんじゃねえみたいな感じで画面端ジャッジ置いて、うわーなんだマックス 2S エースボーンからスコパンからのブライダルからの流れは止められません。直下したいところですが、ジャッジベーターが来るか怖いところですが、ここはデッタングル。おお、コパンこすっていた、走って 2K が8000、何か8000枚2敗かな、ちょっと前進していたんで。ああですよね、絶対打つと思ったもん俺、言おうかなと思ったんですよ、今言わなかったんですけど本当に打ちましたまあそれでいいんです打つだけできないが、ハイサラス折れた。
さあ須藤さんの希望を乗せて、まず1本の選手は平岡海、開幕リッパー、これはぶっこんでいく、ダースアタックで昇竜拳ね、初中級だと勢いありますね、平岡海。ショットガン対空ブライダル、最悪の状況、円S からブライダル、金S、ここね、受け身取ってしまうとね、ポーンって当たっちゃいます。あー、2発だ、これはよく見ていた、ジャンディの着手硬直、スタネッチャーの着手硬直が刺していきます。リッパーですよね、からの画面中央、中段をバックステップ、ペーパースラスト、画面中は空中出したく、しゃがみが、しゃがみまで当たらなかった、ちょっと高度が高かったですね。あ、おお、これ危なかった、タッチ系から2杯足払い止めて、ブルルライダルエクスプレスが勝っている、うまい、怖いですね。うわ、2杯それなんでそれ勝てんの、すっげーからのブライダルかタッチピー、やっぱエルガーもね、貝のやっぱ耐久が強いんで、安心してね、降りられないんですよね。別にモノマネしてるわけじゃないんだけど。来ました来ました、ゲノチューポチョムキン、ワールドケイ、お、ハメンチュ来たか、ハメンチュやっとジョニーだよ、ベッドマン来そう、何言ってんだよ、早くハメンチをはめ殺したいわ。俺が負けてもほら、サトゥとかやってくれるから。やばくねえよ。おお、気持ちよましたね。バスター狙ってるぞ。さあ、ケツで落ちて、よし、ベイパースラスト。まあ、ゲノチューさんのその動きにね、うわー、狙ってるが、ナイスストップ、あれなんだなんだ、勝利権打っていく、お互いに信頼しているか、当たってる、これ惜しい、グリードセバーからダッシュベイパーはしない、ペッタングル立ち配、ここは食らってしまう、スタンエッジ、足元注意だ、からの 2S、おお、飛んでる、あー、どうなるこれ、怖いなー、あはは、下段が通る、じゃん、はい、画面足強気に前に出ます、スプリットシェルからバックステップ、足払いがヒット、今のところかなり読み勝っているか、平岡海、あと、ゲノチューさんのコンボが炸裂、画面端、タチハイスラ、バックセプト捉えて、ケツで降ってくる、ベイパー読んでいたか、当たらない、ふぅ、怖え、先輩、負けちゃうとソダさん終わっちゃいますよ、さあ、そこだって、あー、怖すぎる、しっかりしてますね、画面中央、グリードセバー2杯ダッシュベイパー金 S スプリットシェルできた、やったね、あー刺さっている、なんか狙った、ガーどうなのこれ、なんか食らって死にそう、うわー強気に上回れていきました、まあけどここであっさり負けたのが平岡先輩ですからね、ここまでモガさん大将戦まで引っ張り出しておいて、ごめんマスター死んじゃったみたいなね展開にならないの期待したいですね。あれじゃね、須藤さん、あれ今からほらモガさんの腕一本でも指でもいいよ、始末してこいよ、やってこい、さあオーラロードは開かれたか、さあかなり立ち回りめでたい、ディーパーが飛んでくる、結構やってくる系の回なんでね、読んでしまえば リターンめっちゃ取れるんですけども、読めなかった時はただただめんどくさい展開が続きそうですね。
ペーパースラストいかずにダメージ重視、サインスター返してチャンチャージ、まあ、IP 体育が非常に強い。ここら辺でね、かなりお勝てそうだなってところですけども、次前捨てあたりからねぐちゃぐちゃになるのも平岡海ですね。さあバータイをしてった、これが須藤オーラか、須藤オーラ、須藤さん、あなんだよお前、なんだよお前とか言っちゃった、ごめんなさい。あ負ける負ける、ライド来るぞ気をつけろ、ライド来るぞ、ライド、あーどうなるのこれ、変な声出た、ダースアタック絶対ライド来る、なんだなんだ、足払いからどうせダストすんだろうみたいな雰囲気ありますけど、どうなんの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 、ジャンディ置いて、あー負けそう、あはは怖え、あー負けそう負けそう、あー負けそう、マジで負けそう、あはははなんで前出たんだ今さあどうなるんだ、まず第1ラウンドの選手は平岡海、うわーパイルバンカー、パイルバンカー出さなくてちょっと微妙でしたね、上りチャンス、立派、完全にもういいんですよこの試合勝てばいい、確かにその気持ちは伝わってくるが、リターンが、あガフ、マイピーから暴れません、2位戦足払い、ここはジャンケー、あ、このラウンドはねもう諦めましょう、諦めましょうね、もうしょうがないです、もうなすすべなくやられていく平岡海、最終ラウンド須藤正野は明日はどっちだ、あーと美味しい、くなーいからの3-1引っかかって、3-1、んーなんださっきからなんだって、これもがさんがかなり飲まれているか、ここでバーストを使っていく、金エース、円エース普通に食らう、わはははは、早い展開、スタイチ、おは走り込んでいった、ベイパースラスト、あどうなる、一発来るよね、あいやずいんだけど、あうまい、ベイパー、おあーあーリハイストラレンダーしてた、くっそーいやくっそーとか言っちゃったマーサー、心を精錬することだ、マーサー、相手チームにお前組織のいくら払ったんだお前まだ話がはい、羽屋チーム対、平岡チーム A バンダイ、いやけどね、1ラウンド目のモガさんのこのクロスワイズロマキャンあたりがね、お前勝ちたいんだろみたいなね、すごい相手の心を折りに来るバータイコンボだったんですけど、多分何も考えてなかったですね噛み合わなかったですね、あそこね、E バンダイ一番奥トーマさんのチームとマルハンさんのチーム、 D バンダイ設定変えれるか、じゃあ D バンダイ中級者7段までの制限で今から用意いたしますので少々お待ちください。いやーよかったねマサさん、息が続いて、はい、一番奥 E バンダイです。そこで定められたことは全て実現する、良いことも悪いことも想像も破滅も、あるいは混沌でさえも遠い昔。じゃあもうちゃちゃっと始められたら始めちゃってください。羽屋さんとこと平岡さんとこ、羽屋さんとこがエルフェルト、スレイヤー、カイ、さっきと大体チーム構成が似てますね。じゃあちゃちゃっと決めちゃってよ。人知れず世の中は平和、はい、では行きます。 A バンダイ、しかしこの時は準決勝 C バンダイ設定変えました。7段までの5連勝制限です。皆さん適当に遊んじゃってくださいな。
あ、リーデコさん、ジョニー復活です、やったぜー、えい、頑張りましょう、やったっすね、来月からね、頑張りましょう、ロケテストから、いやー、よかったっすね、ジョニーね、一緒にコインまた投げましょう、悲観しろ。ちなみにリーデコさん、サトゥージョニーとジョニオジョニーだったらどっち選びますか、サトゥージョニーとジョニオジョニーの動画がどちらか片方しか見れませんので、どっち選びますか、カリンチュさんですかね、いやーもう来なくていいよ、フミエですよ、フミエね、まあまあそうですよね、まあ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 ね、さすが分かってますね、俺も実はカリンさんのジョニーの大ファンだよね、あのカリンさんがジョニー使ってやると後ろで見ててベガ出ししましたね、サトゥーもいつも見てたんですけど、大体俺ジョニー使いの後ろで見てますから横に並んでね、今のコンボすごいねっつっていやーいいですね、ミスキャンが残ってればいいね、そこだけですね、ミスキャンとエンカスとディバコーン、ディバコーンは難しそうですね、まあとりあえずよだれが絶対黄色になら最高ですね、はい、行きまーす。A 番台、こちらはダオーコだ。羽屋エルフルト、カオルスレイヤー、コロパックリ、カイチーム対、平岡海、偶然アクセル、須藤正樹、プレイシンチーム。さあ、B 連戦。足払いから奥攻めは、おお、どっちだ、当たっているか、逆へ連勝、当たっている、カオルさんは横浜勢だったか、神奈川勢だったか、カオルさんかな、もしかしたら、うまい、はずださあ第2ラウンド、偶然さんがまず一本選手、これには須藤正もにっこり、キンエス、エンエス、キンエス、エンエス、立ち系、足払い、置き攻めはヒールキャンセル2系、キンエス、ファイル、ファイルじゃない、あー、ここ、ハセ間に合っている、ジャンハイ、お互いに歩し、2系、足払い、弁天様、いい判断、戻ってきた、早い、連戦、ダッシュライド連戦ですね、ダメ方向から66ため S ボタンですね、466か。さあ攻め継続、連戦ヒット 2S ボンバー、タチ系からキンス構えて、ここはちょっとね出なかったですね、低空ボンバーが、さあ偶然アクセル、あーやってしまった残念ですね、印象がない、願わくば俺ジョニーはゼクスシオがいいな、俺が使う時だけね、いやゼクスシオがいいですね、うん、俺勝ちたいから俺の時だけゼクスジョニー使わせてほしいな、あー、スラッシュのジャックハンドだけ、あースラッシュのジャックハンドいいですね、使いたいですね、イグザードファラゼクスみたいな感じですね、いけるいける、俺は楽して勝ちたいんださあコロポックリさんの回対、グーセルさんのアクセル、さあグーセルさんがかなり徹底しております、おお、ありがとう、新調整、円安から 2S が出るぞ、最初どうやって使うんだよこれって、あったら普通に使えますねこれ、さあ須藤まさの願いを乗せて戦っております、偶然アクセル、うお、連戦が消して、立ちハイスラの持続、エンエスの判定、マイピーの無敵、そしてジャンプハイスラのあの角度、受け身とか関係ないですよ、あの強さ、
さあコロコック繰り返しちょっと攻めあぐねておりますが、ここで前に出て、おっと読んでいた、おいしい、しかしバーストを使って安全に回避、前ハイスラー距離を取って連戦極左ヒット、タシミマイケからのジャンプ、マイピーからの攻めていきますが、ちょっと回きつい、あーしかしここでジャンディーが刺さって連戦黄色、どうするかな、ガンダッシュ連戦の削り下ろし、素晴らしい、さあ大将羽屋エルフェルト、これ勝つと決勝進出なんだよね、どうしたソド、チームメイトの力で勝ち上がって嬉しいかソド、お前は何をしてるんだ一体嬉しいよな、わかる、さあ行きましょう、先方大将戦、カネヤエルフェルト対ゲーム戦アクセル、さあジョージ・トラバイエといった感じですね今のところですが、あ本当にこの技はあの対策ができないとね、それだけで殺されちゃうんで、まあ正解ですね、さあコンフィール構えて戻すが、これを嫌がったところを突き上げたいく、シャルンさんもやっていた連携ですね、金 S、円 S パシーンと殴って一本選手は、羽根エルフルト、さあここはタッチアイスのスキンしっかり 2P からのため完成、連戦素晴らしい、ジャンプ S のめくり判定、これ意外とそうですね、距離を取って、おーあっと 2K からこうなってくると L はちょっときつい、どうやって返していくか、円安の歩を強気に振っていってファイン、ヒーロー、さあ距離を取ります、ジャンペス、まあね、ファインを持ってさ、ね、引いたら、攻め時ですね、ファインを持って相手がね空中バックダッシュをして逃げていったら、まあ、ポチョムキン以外は出して追いかけましょう、ポチョムキンは着信でもスライドヘッドを出してください、なお、スライドヘッドを食らったエルフェルトは立ち上がります、仕方ないね、もうかわいそうです、さあサントペリーチアルティメットの間合い、しかしトラバイを構えて走ってくる、 2K がやっぱね結構めんどくさいと思うんですね、トラバイを構えてどん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 やってくるね、低姿勢で結構強い、いいネットアングルですね、無理はしない、あーこれは死んだかな、いや、残って死にませんね、これちなみにこれバーストしてもダメ、自爆の補正が50なんですけど、多分そこら辺はね、エルフェルトじゃなくてロボ界の自爆を意識したんですよね、ロボ界も熱暴走はね、あのコンボ途中に熱暴走するとダメージ安くなりましたから、さあ出てくるのはレイシン、おおおビークドライバー強なんてやばいですね、みんなが竹槍振ってそうやべえ、おおなんかうまいこと立ち返したの2段目が噛み合いました、ガーガメアジー当たらないが空中投げ、ジャンプハイスラーで締めようとしたところなんか自動的に投げ仕込みになったって感じでしょうか、ビークエルズブルバッシュ、トラバイへの前転は完全無敵となっております、前転だぜ、ご飯食べたいが攻められてしまう、引き上げていく、やはりトラバイへ対策が必要ですね、基本的には通常射撃を直打すると5フレームの技でね割ることができるので、5フレームの技を持っているキャラはそれを意識するといいかもしれません、強化ショットは知らん忘れた、
まあ通常ショットは強化ショットは一発しか打てませんからね。ショットショットの連携に関しましてはショット直が、で割っていくといいと思われます。上海で落としてパイン投げてコパン逃げた地形からショット強化ショット突き上げコパン、ここがですねコンボミスってしまってもかなり状況がまずいという感じになっています。で昇竜拳がね打ちたくなる気持ちは分かるんですけど、ショットなので距離離されてしまいますとその後の昇竜拳がスカってしまうことがほとんどなので、打つんであればもう本当最初の読み合いですかね。で飛ぶんであれば前ジャンプといったところですね。前ジャンプをすることによってゲージがない場合は大体後ろジャンプ前ジャンプしちゃうとね画面端方向に吹っ飛ばされてしまうんですよ。突き上げ食らった時に前ジャンプすると突き上げ食らっても画面中央に飛んでいくことになりますんで、その後のコンボが安くなります。まあそこら辺を意識していくといいかもしれません。お、頑張れマサー、決勝進出を決めることができるかマサー。そう、チップ対エルフェルトはですねやはり天が強い、あと飛び込みを結構落とすのエルフェルトしんどいんですけども、地上戦をむやみに挑んでしまいますと結構ね相手側がもう 2S 連打してるだけでめんどくさかったりするんで、もう最初はもう上からガリガリ、削っていった方がいいと思います。その上から行くのをね対処されたり相手が上を意識し始めたら地上戦初めて挑んでいいんじゃないかなっていう気がします。まあ、飛びがねとにかく落とせないと思うんですよ。斜め方向からのね真上から行っちゃうと金熱がポンって出てくるんですけども、バレないように転移とかを巻くことによって、でこの転移を意識することによってまたねダッシュも通ったりすると思うんで、ぜひ。ちなみに今のは絶対やっちゃいけません。あ、本当に基本的に何だっけ今の技そう斜めにね飛び蹴りするやつなんですけども、あれ地上ガードされたら金安かくっちゃうんでね死んじゃいます。ガンマガンマの一本選手須藤マサ。まあだから本当に 2S がめんどくせえといつもね、須藤さん言ってるんですけど、何をお前素直に殴りに行ってんの、死にたいのというところですね。まあやっぱ転移とかを見せつつ上を意識させて頑張って走るんだってイメージがあります。そこら辺足払いとか立ち系なのかな、立ち系かな、直下してボルトはあんま良くないかな。ボルトはどうなんだろう、分かんない。最初の方はいいけどあんまり離れたらする必要がないかも。そう、 L はなんか2段目当たんないんですよね。壁アルファ当てるためにはちょっと壁張り付いた後に下歩きするといいとします。お、つながってる。お、できんの、そうちょっとディレイかけるか下歩きですね。さあできんのかマサ、何してんだお前、死ぬぞー、うおー、賛成、あーお前何してんだよ。さあしかし跳ね合いエルフェルト攻めろ、殺せ、あいつはメンタル来てるぞ、大丈夫、攻めるんだ、相手今ひよってっから攻めろこれよっしゃい、ジャンディジャンディバスト。さあこれは羽根屋さんは今ハイスラ転移か空中からの転移を意識して S ボタンを押したんですね。ですが、選択していたのは K 転移でしたと。あ、ハイスラ転移を意識するって、転移した瞬間に S ボタンを押すことによって上空に現れたチップを潰すことができるんですけども、まあここはさすがに、K 転移で、うまいことをね確定取りに行きましたね。勝ったのは誰だ、須藤さんのチップです。決勝進出おめでとうございます。はい、うるせえよ、喜んでんじゃねえよ、まだ決勝じゃねえ、決勝進んだだけだろよかったやん、俺のアドバイス通りだな。本当に嬉しそうな顔してるのが面白いですね。国が欲しいなら手順を踏み上がれ、いいことだ。さてあとは E 番台ですね、どちらが勝ち上がってくるかってところですな。
対処戦誰対トーマさんのメイトマルハンさんのソルかどっちかなこれ。わかんねえなこれ。マルハンさんが荒らしてきそうなイメージありますけど、マルハンさんが荒らし損ねて事故るってのはありますからね。うわーヤクルトまだ5対4かいい試合なのか。そこで定められたことは全て実現する。良いことも悪いことも想像も破滅もあるいは混沌でさよ。遠い昔その世界に足を踏み入れた賢者がいた。その者は鈍いを抑えこう語った。この地に人の悪意が触れてはならない。賢者はバックヤードを一冊の本に封じ込め現世から遠ざけた。その危険な世界に決して人の手が及ばぬようかくしてバックヤードへの道は閉ざされ人知れず世の中は平穏を得ることとなった。しかしこの時は賢者ですら知る由もなかった。本に近づくものではなく本から出てくるものがいることを。私はラムレザル・バレンタイン。これより全世界に宣戦布告する。あなた方出来損ないの人形どもを全て根絶やしにする。未来を悲観しろ。はーい、A バンダイ呼び出しはこんなところにいたか。マルハンチーム対平岡チーム。さあ A バンダイ絶対買います。はい、じゃあ決勝戦、始めてください。自分で優勝決めるだってなんてかっこいいこと言うんだ。瀬戸マサかっこいいぜ。さすがギリティ界の山本マサ、さすがだ。頑張れマサ。マサ左やで。 A 番台、決勝戦はマルハンソル NT 新銀次会チーム対平岡海偶然アクセル須藤マサチップレイシンチーム。先方決まりましたらスタートボタンを押し始めてください。
ちなみにこの後ね、ソダさんの飯行くんですけど、飯おごってもらいます。おごってもらいましょう。じゃねえよ、お前昨日おごったろ俺が。おごり返すやクソが。やったぜ。ハッピーエンドの条件は須藤さんが負けることさ。はい、行きましょう決勝戦。先方スタートボタンを押し始めなさい。さあ須藤正ラストマッチ。勝っても負けても美味しいぞ須藤正。え、なんか言った？ラスボスなんで？あ、俺がやんの？いやー、めんどくせえ。スノーさん、すぐ怒るんだもん。レバーのせいにするし。新品取ってろ。さあ、偶然アクセル対、NT シン。ニュータイプですね。こちらも初参加ですね。連戦画面端固めていく。さあご飯食べて。ちょっとこれは空車しか出なかったか。ジャン S 前ジャンプハイスラー中段で崩して、この距離ビークドライバー感じする。あっとこれ 2P 連鎖がちょっと出なかったか。タッチ P、 この距離がお互いにリターンはそうですね、新側にあるんですけども、やっぱ得意とする連携です。距離ですね。さあここで飛ぶと痛い反撃。おーっと消えるカマサリガマ、これが謎のイグザード謎が。おーっ出し上げバーストはここは我慢というか読んでいったし、あー逃げてんせエースを下げていく。おいおい王さんみたいな拍手してんじゃねえぞマサ。おーキングストイク、ニース、ジャンハイ、ジャンディ、ボンバーから端連戦、あー極差つえー。実はこれ発生タイミング早くなってるんですね。タッチ系からニース当たらない、画面足前ハイスラー、フォークベイカーからしっかり捉えて飛んでいく、前ジャンハイ、タッチピーから出した時は漏れてしまい、連戦がヒット、これダウンが取れる、美味しい。タッチピー連戦、連戦撃、まず先方戦勝利は偶然アクセル。このアクセルがね先方で出てくる安心感はやばいですね。シーンはどちらかというと先方で荒らしていくって感じなんですけども、ここはしっかり抑えていきました。続きまして出てくるのは銀次会。さあ解体アクセルですね。タッチピーが今回チャージアタックをね作っても引っかかるということで、ちょっとだけかなりちょっとだけじゃねえな面倒になりましたね。前は本当にアクセルに対して解がチャージね、割とノーリスクで作れたんですけども、それが封じられてしまったということで、じゃあどのように作っていくか。しかーここは前半戦かなり攻めていく銀次会。ボンバー決めて体力を奪っていく。さあここは極左来ると危ないタイミングでしたが、画面中央から読んでいく、飛んでいく、ここバーストを使って空中スタン、うまく使っていく。グリードセーバー先端なので反撃が難しい。よく走りましたね、素晴らしい。グリードは連戦を読んだんですがちょっと届きません。ジャンプスカウンター、あゆし、あとはここは漏れた。しかも美味しくいただくゲージがなかった。十字が作って消されてしまう。チャンハイこれは難しいところ。ジャンディ連戦ヒットから 2K、 この 2K はですねウェーバースラストを打っても透かせる低性の 2K となっておりますので、まあ、これに関していくのはバックステップなどもしくはガードしてからのパクでしたね。さあガンダッシュ、
ぐ内側に入り込んでスピットシェルチャージを重ねてヒートキャンセルから着地ゲながら出さたき連続ヒットするんだ。へーからのグリードセバーレイパースラストフィンスプリットシェルが当たりませんがこれはいい感じダメージ。いやーこれはいやらしい空中足から何も落とさないのも着地ゲな。さあこれ連鎖ヒット、さあこの前いやらしい連戦連戦と打っていきます。ダッシュフォルトしますがリスクゲージの上がり方がまずいですね。センサでダメージアップ 2K の手勢回避してぐるぐる回してかなり厳しい状況が続きます。短い連戦連戦、あともう一度連戦バースト使うがグリードセバーここで空中ダッシュになってしまったか。スタン1キロジャンプハイスで捉えて上か下か悩むところ、連戦の削りがおっと投げ返しダウンオイスで殺しきる。よく粘りました。今連戦で死んだかなと思ったんですけどね。さあディッパーたまには強気に、まあ、前半戦だからこそねこういう風に打っていくのはありですね。ジャンエスヒットこれバースト4でベンテン様 2K 足バレーからぐる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 っと回して画面 C 連戦、この間合いは連戦が非常に辛いか、とりあえず連戦とかですね。きつい4段目が謎のね判定が伸びる瞬間があるんでそこがぴったり噛み合っていましたね。ファーストゲージあるがここでグリードすれば連戦を読んで今度はヒットさせていきます。ジャンディ置いて上級より前系からここバストダウンバストかきついですね。さあしかし通していったチャージアタック投げを決めて大きい攻めチャージ先端気味出してチャージここはしっかり連戦で返していく。飛んだがダッシュ投げ強気の選択肢通していったのは偶然アクセル。あれ外は外何してん、何しに来たかお前、お前声すら出さないとかもういる意味ないんじゃないか。いやしかしまあけど今のはね声も出ない感じのね本当にいい試合でましたね。さあそしてそのいい試合だった雰囲気をぶち壊してくれたのがマールハンソルですね。中級はこのスタイル殺意を覚える人もね多いんじゃないでしょうか。いやしかしアクセル戦は結構面倒くさそうだぞ。マルハンさん大丈夫かな。あれマルハンちょっとまずいですよ。マルハンさんあーしかしライオット、あれマルハンさん、あラッキーだった。あれ、ま、マルハンさんまずいです。あー通してできる、マイピー立ち合いジャンディークだけど無難なコンボを選択ダストアタック残りそう。あーしかしここはプレッシャーに耐えられずデッドアングルを打ってしまう。ジャンプ系が降ってきて1本選手はマルハンソル2K 足バレーから連戦、ここ連戦、ま、あ多分ライオンサンプ打ってましたね。バックステからガンフレー D バフニール当たりません。ちょっとディレイをかけたかいところでしたが 2K 打ったが着地投げているのはマルハンソル、しかも前投げどういった入力をしているんでしょうか。なんで 前投げしたってことですね。すごいですね、走って投げ仕込むかな多分してんのかな。あーとあーブリンガーから DD ホイマイピーザシハイジャンディクダケロボルカニックバイパーガンフレーム打たずに一撃ですね。はーい、
どうしたソド、腕組んでるだけか。ソド、ソルが怖いのか。怖いじゃないよ、何のための決勝戦だよお前。あと1回勝てば優勝だよ。お前あんだけお前、あとになればなるほど精神的なプレッシャー大きくなっていくんだぞ。ランクアップマッチ、レイシン対マルハンソル。9回までヤクルト5対5追いついております。最悪絶好調みたいですね。さあ昇龍拳から画面端、砕けろ重ねて足払い、距離が離れづらくなったということで画面端ではね非常に強力な選択肢になっているみたいです。で芯はすごいやられ判定、あおかわりですね。あ、おいし、あ、参加ちょっとなんか紳士っぽい、足元お留守ですよみたいな。さあしかしここは勝利権ボーンと飛んでくる。第2ラウンド、空中ダッシュ刺さって奥攻めはガンフレームから円安、タッチ系が速い、ボタンを押していく、リボルバーからジャンプ S ヒット、ここでバーストを使ってジャンハイから狙うは何か、インハイズラから DD 砕けろ入らない、さすがにやれる判定が大きいとえ入りませんでした。砕けろクリンガー S2 ハイから S ハイ、昇竜拳叩き落としてリボルバーまで、勝ったのはマルハンソル。頑張れマサイ、お前自らの手で優勝勝ち取るんだ、頑張れそのマサ。マルハンさんはねブリッツしてくるからね、ちゃんとブリッツ対策するんだぞ、伝えたからなマルハンさんにも。昇竜拳飛んでくるかもよ。さあ須藤正副将出てくるのは須藤正、チップ対マルハンソル、自らの手で優勝を勝ち取ることができるか。来月で岩手の方へ引っ越しということで今回が最後となるかというところですね。まあ多分またね遊びに来るかもしれませんが、マサーすごいよ、マイハイになってるけど、ちょっと今頑張れー、あ死んだ、あれ優しい、熱いぞ、ほら当たんないか、当たるか、おいどうするんだよ、そんなんでどうするんだお前。第2ラウンド、はい、それでいい。そう、まずは的を、前 P 対空はねあんま狙わない方がいいですね、いいことないんで、立ち系を振っていきましょう。前 P 振るぐらいだったらね、もう走って下を潜ってった方がいいですね。逃げて、むしゃ、そうそう絶対しておきますからね。アルファレード、これがね安定です。やばい、イエス、立ち入りから画面端落としてからの速い展開、お、そうです、できる、ジャンディアルファ、アルファからのジャンハイ、しっかり決めれるか、あと2ターン必要ですね、殺しきるには。でタングル無理はしない、走ってダッシュ系がヒット、強気に暴れていく、ダーストアタック、何やってる、あるあるある、あどうする、あえ聞こえん、あーまあね、わかる、壁張り付きがな、そうそう、ガード入れたりするとね、横横だからね、
俺を倒したら上級者という風潮をやめてくれ。さあ決勝、マサは頑張った。その頑張りに応えることはできるか、平岡海。まあ 70% いや 85% ぐらいでマルハンさん勝つかなと思ってます。マサホセブーストかけてそれですからね。いいとこまで行って引くんですよこの回。見ててください、いいとこまで行くとか怪しいですけど。ああ、おお、どうすんの、立派でもっとけよ、こんなん立派でもっとけって、ほら立派でもっとけ、何してんのー。さあ捉えてボーンボーン、頭抱えます。2杯すら SS 敗者集スティッパー当たって画面走り、これ欲しいスプリッ、いやー怖いですね。マルハンさん多分ダイオット体力少なくなってくるとこするくそやりますから、そこら辺を意識して勝ち回っていきたいところです。残りが、あ、危ねえ、あー死んでしまった。ダイランド優勝がヤバそうです。グリンガー空中にしたいところですね。さあしかしここはディッパーで画面足エンエスから、これ空中カウンターヒットするとね、実はブリンガー連続ヒットするんです。エンエスね、シールを見せていく、ジャンケー先置き。さあちょっと回ペースになってきますが、ここからあの攻められつつもソルはゲージが溜まっているので、このゲージを使ってこの体力差は一気に逆転することも可能です。あー、バースト使った、これはいいんですよね、なんかそんな気がしました。あー、やばいよやばいよやばいよ、補正切りが来るか来ないかってところですね。あー、攻めなくて、まあね、そんな気がしましたね。さあ、そういうわけで本日の優勝チームはマルハンソル NT 新銀次会チームとなります。おめでとうございます。それではですね、あの PR 時代からね、須藤さんは初中級者大会の方に参加していましたが、来月ですね、今月、来月も初中級者大会の前には、岩手の方に行ってしまうということで、これが多分まあ最後かな、戻ってくることがない限りね、まあ家の方のお仕事をね、継ぐらしいので、最後になんか一言ありましたら皆さんに言っとけ。あ、どうも初めまして、須藤正です。まあちょっとこの度家の都合でちょっと実家の方に戻らなくちゃいけなくなったので、今日で初中級の大会参加が最後になってしまいました。いや、もう本当にみんなこう仲良くしてくれてありがとうございます。今日まだ来てないけど太郎さんたちとちょっと初めてここに僕が来た時組んでもらったのが太郎さんだったんで、太郎さんにも俺を言って帰りたいと思います。本当に皆さん今までありがとうございました。頑張ります。まあそんなわけでね、せっかくこういうことを言えるぐらい仲良くなったのにね、岩手の方に行ってしまうということで、まあこれからもね、あの初中級者大会は続けていって、まあでかい大会はね、大きな連休にやるんで、そのタイミングね、見計らって遊びに来てください。まあ今熱帯もありますしね、そこら辺でね、あの関係を切れるってことはないと思いますから、まあ結構ね、ゲームでね、付き合った人間とかね、なんかどうせゲームだけの関係だろうって人は結構いるんですけども、まあ、そういったね、趣味はね、同じ趣味の仲間たちというのはなかなか切れないものだと私は思いますので、皆さんね、あの向こうに行っても、あー、やっと嫌なやついなくなったよとか言わずにね、たまには話し相手になってあげてください。はい、というわけでね、まあ、初中級者大会で、まあ、せっかく来れなくなってしまったということですが、まあ、これからもね、まあ、いつか会えるだろうということで、まあ、あんまりね、
重い感じになってしまうのもあれなんで、これからもまたよろしくねということで、お笑いしたいと思います。というわけでね、本日の初中級者大会、残念ながら中級者大会最後はね、準優勝となってしまいましたが、須藤さんに最後拍手の方お願いいたします。お疲れ様でした。はい、岩手なら俺が近いぞっていう人もいるんでね、ぜひ行ってください。まあそんなわけで次会うのはね、もしかしたら三河マスでかい大会の初中級者大会とかだと思いますね。まあその頃には上級者でもなっててくれよな。まあ優勝、遠征しての優勝を期待しておりますので、これからもギリティギアエグザード続けてください。お疲れ様でした。それでは今回の今日の大会はこれにて終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。マルハンさん一発殴っとけ。荒らしてんじゃねえぞーってな、やってこい。